ブレグラプラウドプラス20ターン、もうめんどくさいよ。どうも、めんどくさおです。ということでね、本日はこちらのプラウドプラスなんですけれども、まあ僕、20ターン以内にクリアできればいいかな。まあ20ターンにクリアすると称号っていう、まあそんなにこう、めちゃくちゃ、絶対欲しいってわけじゃないんですけど、この何もしてないのに壊れた、まあ属性ごとにですね、20ターン以内にブレイブグラウンドのプラウドプラスを攻略すると特別な称号が得られるんですが、まあ、ちょっと今回はそれが欲しいなということで、やっていきたいんですが、まあできるなら効率よくやりたいよねってことで、まあ、ちょっと今回俺は、まあ今からね、プラウドプラスを攻略、初見攻略、もう行動パターン全然知らないしていくんですけれども、まあ、どんな感じにやってんのかみたいなのをお見せしていきたいなと思っております。まあ、もしちょっとね、まあ、正直自分で考えるのが、まあ、たとえ効率悪くても好きなんですけれども、まあ、実際にそういう自分で考える力みたいなのがあると、もっとグラブルって楽しくなると思うんで、50倍、500倍楽しくなると思うんで、まあ、ちょっとそのあたりも、ブレグラで培っていくとおもろいかもしれないっていう感じですね。それじゃあ、早速いっていきましょう。プラウドプラス。でね、まあ、さっさとクリアしたいよっていう場合は、基本的にランキングパクります。そう。ここのランキング、解散だー、解散、うわー、やめてくれー、とんでもないことになっている、波がす、おお、あ、うーん、おお、フラマオルビスが、そうですね、だから参考になるなーっていうやつを持ってきます。うん、ブリッツレイド、アローレイン、スインサーキュラー、まあ、なんかいいやつないかなって思ってたんですけど、まあ、フラマオルビス、これはレリバですね。レリバー、レリバーで、まあこの編成で大体考えるのが、あのね、まあクロエはポイント稼ぎキャラなんですよ。秒で即サリっていう技使うんで、基本的にこのキャラはいなくてもいいんだよね。なんで、うんうんうん、編成をとりあえず組んで、まあとりあえず、あ、ブリッツレイドなんだね。コクキリンブリッツレイド、今はもうこれになったんだ。コクキリンブリッツレイドなんですね。いいいいいい、そういうことか。まあなので、まあ大体何をするのかが分かるんですけど、まあ、ブレイブグラウンド20ターン以内でクリアするのって基本的にはコクキリン、フレンドコクキリンですね、が必須なんですよね。うん、基本的にそこ必須なんですけど、じゃあ編成組んでいきましょう。まあ動きは分かりました。大体ね。まあブリッツ、1アビ使って、ブリッツレイド、ブリッツレイド、ブリッツレイド、そしてもう一回みたいな。まあそんな使い回しの動きをしていくことになりそうな感じです。まあこれだったら多数のキャラクターが出てきても対応できるから、確かに強いですね。ちょっと編成考えるわ。はい、ということで編成を練ってみました。でね、基本的にはなんかランキングの上位の方で、そのあ、真似できそうだなっていうキャラクター編成のやつを持ってくるんだけど、ぶっちゃけ20ターン以内って、まあ、ランキング上位って、もう今見てもらったら分からないけど、4ターンとかでしばいてるから、まあ、基本的にゆとりがめちゃくちゃあるのね。だからキャラクターで言うと、コクキリン、つまりアビリティが上がった時に火力が高いキャラクターを入れておけば、まあ、5ターン、6ターン、7ターン、8ターンってなるけど安定はするんですよ。なので俺はちょっと今回はこんな感じにしてみました。で、まあアビリティを使う、まあ、例えばジョエルのレスキューとかもそうなんだけど、アビリティを追加で押すとポイントがもらえるのね。だからジョエルとかクロエとかを入れてるのって、そのアビリティを交換する、キャラクターを交換しようみたいな目的で採用してるから、まあ、特にこう意味ないかなっていう感じになってるんだけど、まあだからそこら辺抜いてます。で、俺が参考にしたのはこんな感じで、で2番目も似たような、同じような形を組みました。で、3番目がですね、ちょっと待って、これ間違えたわ。3番目のキャラクターがですね、ちょっとパーシバル採用してたんですよ、この方。パーシバル採用してて参考にならなかったんで、だから下にちょうどいい感じのキャラが、方がいたんで、こんな形にしました。はい。で、3戦目の動きが、まあ、ヘラクレス入れてて、で、サルナーン、で、ユカタ・ロザミア、で、レイ、まあ、これ交代要因だよな。で、そこからアグロバルっていう風に入れてたんだけど、俺ね、ロザミアも使ってるし、キャラいねえな、どうしようかなって思ったんだけど、まあ、こんなんでいいやっていう感じでシフトしました。これでいけます。そう。意外とこう、大事なのって、考えが、あるんだけど、まあターンダメ出せりゃどうでもいいかなっていう。
まあ、ぶっちゃけちょっとこう多分効率は悪いんでしょう、クリアもできないんでしょう、なんだけど、まあ、なんかターンダメ高そうだったらこれでいいかっていうような感じで考えても全然問題ないです。俺の場合だったら、まあなんでこのノアを入れてんのかっていうと、サービ使い回せるじゃん、サービ使い回して奥義打ったらちょっとダメ出そうだなと、あと追加で 2,3 ターン殴ればクリアできそうかなみたいな、まあ、そんな感じでいい、そんな感じる、そんなめんどくさ太郎は、めんどくさ太郎が教えるグラブル、そんな感じでいい。でちょっと敵の動き見ましょう。俺マジで何も知らないからね、何も知らない状態。ポイント、お互いが付与する弱体効果に反応し強力な麻痺効果なる特殊技を打ってくるマウントを使おう。なるほど、まあワンターンでしばけば問題ないってことですね、まあ、武器編成が合ってんのかすらも分かんないからな。まあじゃあちょっと行ってみます。上限アップ系の装備積まないとダメみたいな説はワンチャンあるんだよな。今回エデンでゴリゴリ持ってきたけど。で動きとしては、まあこれは分かりやすいですね。雨ぶれ使って、こんな感じでよろしいか。バリアブルメイド Y、 失礼いたします。あとで、ここから1アビ2アビ3アビ、まあ、ワンターンでしばいてるんだよな。どうやらね、プレゼント配りの邪魔しないでよね。奥義ゲージアップいるか。あ、 TA 確定押さなきゃダメ。あ、なるほどね、オッケーオッケー。ブリッツレイド、なるほど、マリーの3アビで TA を確定させてブリッツレイドで敵をしばくっていう感じか。なるほどなっていう感じで今気づくんだよな。それでいい、よいしょ。でここで国麒麟を召喚しますと、まあ大体やっぱターンダメを稼ぐのであれば大事なのは国麒麟って感じだね。で、雨ぶれ外れてね、よいしょ。で3回、よいしょ、まあ、ブリッツレイド、あのメイン武器が名前なんだっけ、フラマオルビスだからターン終了時全体ダメが発生するんだよな。だそこをこううまく使えるなら使ってあげたい。プレゼント配りの邪魔しないでよね。この手でいく、よいしょ。教育して差し上げます。これであとは任せる。任された。あー、なるほど、これ2回使ったら奥義ゲージ 200% アップとかになったりすんのかな。ぽくない？これがお面、ほら仮面の力なるわ。これかで、これでとどめに奥義をかましてあげれば、ご奉仕ご奉仕、これで、あー、なるほど、バリアブルメイドで追撃をつけるんだそう、後で気づく。こうやってバリアブルメイドで追撃もつけつつ、かっこいい。で、これでワンターン討伐なんかいけそうですね。うん、これでいいんだなっていうのがちょっと分かってきました。これ大事で、そしたらもう一回やる。もう2回目で、もう2回目でクリアだよな今のこの体力を見てもらえれば、あ、なるほど、これでクリアできるんだなっていうのが分かる。大事にしていきましょう、この気持ちを。いきます。はい、ご奉仕ご奉仕、はい、雨ぶれ、よいしょ。またマジで何も考えてない。よいしょ、よいしょ、参ります、よいしょ。教育して差し上げます、おいしょ。この手でいく、おいしょ。これがおいしょ。じっとしてなさい、おいしょ。あ、光杖こっちにつけるのか。これで1,2,3、結構ダメージ的にゆとりありますね、この編成。素晴らしい編成だランキングの編、ランキングの編成っていうのは基本的にこうしっかりと考えられてる編成だから、まあ、そちらの方を、まあ、例えばぶっちゃけマグナ編成だよっつっても、マグナ編成でもどうにかなるんですよ、これ。ニアビで、デバフ入ってんで、下に防御デバフ入れて、で、全体ダメージが発生するから、ブリッツレイドは早めに切っておきましょう。そう、これでブリッツレイド早めに切ってあげて、全体ダメージのスノードロップでしばいてあげると。もう余裕ですね、これ。そんなにこう、ゴチェインするんだ言ってたけど、別にゴチェインせんでも全然余裕だったな。まあこれでしばき終わりと、まあいいや、行きましょう。こんな感じかな。でワンターン、まあだから
やっぱ模倣だよね。大事なのは、大事なのは模倣で、相手のその作った人の意図を組む練習みたいのしておくとおもろいかもしれん。そしたらグラブルがもっと楽しくなるかも。さあ2本目です。相当機関砲ライオネル、全ての特殊技のダメージが高い。バリア効果やダメかで受けるダメージを減らそう。ガトリング砲一斉走者は使用後に防御力が大きく下がる。大ダメージを与えるチャンスだ。で今回の編成がですね、おそらく通常軸っぽい、あ違う、大き軸っぽいんだよな。というのもリミットバーストが入ってるから、そう今回リミットバーストみたいなんだよね。で本当にリミットバースト、敵の特殊技をでも多分メリッサベルで受けるんでしょうね。だメリッサベル の、 チオコレイト効果で受けて、お前のことをハゲにしてやるみたいな、お前のことをハゲにしてやる、ジュババ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 とどめみたいな、多分そんな感じなんだよな。だからまあ動きとしては、まあディップだ、これ2ターン締め想定でもいいかもな。なんか2ターンで締める想定で動いていきましょう。なんでかっていうと、まあ別に今回の参考にした編成が3ターンで敵をしばく編成で、でこのしかもメリッサベルが3アビをコクキリン使えば2回打てるんですよね。って考えると、まあぶっちゃけここは2ターンでしばければ特に問題はないかなっていう感じで、で考え方としてはよいしょ、まあここでブリバーを使ってしまえば大ゲージが全部100になるじゃん。でここでコクキリン使ってアビリティを置いておくと、よいしょ、優しくはできないから3秒置いておきましょう。愛情たっぷり込めました。これでチオコレート3溜まって攻撃を受ける状態で、奥義を打ったら沈め、オッケーオッケーで奥義を打ったら、あこれ、あこれ上がるかも、アビリティ、その心臓を、よいしょ、よいしょ、でオーグメントマギア使っといて、よいしょ、姿を隠したって無駄よ、今の私には全てが見える。まあこれで様子見ようか。で多分2ターン目にステラターミネーション、まあ、ここでチオコレイトが3溜まった状態で敵をパンチするから、もしかしたらあれだな、チオコレイト1回温存するのかもしんねえな。だ大ダメージを受けるっていう状況を作っといて、チオコレイト溜めさせて、それで迎撃猛人2回、いや迎撃猛人2回は無理だろ、いやこれで大ダメ受けるからチオコレイト溜まるんだよ。優しくはできないから、うん、なるほどな。今糸が組めました。はい、整いました。ミザ、つまりここはチオコレイトを2回貯めて2ターンでしばくっていう想定なんだ。わかりましたね。とで2回奥義かますのかな。そうじゃない、そうじゃないとベビーキューティクル発動しないから。となると、動きとしましては、まあディプラがまず大事と、ディプラでデバフ入れて、はい、まあこれここまではいいんですよ。まあアビリティ全部打つのは大丈夫なんだよな、まず。愛情たっぷり込みました。つまみ食いは一つまでね。アビリティを全部使うのは大事なんですよ。ここからコクキリン使って、でここから打つアビリティが大事で、今現在がチオコレイト1なんだけど、奥義のヘビーキューティクルで2になって、で、大ダメージ食らった時のチオコレイトのたまりで3になるんですよ。となると、ここは、よいしょ。で、オーグメントマギア、通常攻撃時使用だよな。まあいいや、何にせよ、ちょっとこれで奥義打ちましょうか。これで奥義打つと、敵の特殊技の多段ダメージ、ダメージでチョコレート溜まって3になる、うん、だ2ターン締めのここで2ターン使ってるっていう想定かな。これサミダレガミヘビーキューティクルチョコレート2よ。でここで特殊技飛んできて大ダメージを食らってしまいました。でチョコレートが3溜まる自動迎撃モード、ビビ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 
今の私には全てが見え、奥義で2溜まって、敵の大ダメージで3食らうんだろうな。心臓をさあ行ってこい。どうですか、ステラターミネーション。いやクレバーだな。にしてもこんな編成を考えてたんだな。俺人の努力をそのまんまこう吸い取ったわけだけど、それにしてもすごい考えの編成だな。これ多分装備がアビダメ上限系なんだろうね。チョコレート3たまりました。これでスイートブロンドでビュー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 自動撃文字締めって感じだから、多分ちょっと HP とかを調整して、ここのアビリティダメージ上限アップ系の装備とかを積んで、まあ、あれだな、敵のことをしばき切りましょうっていうような考えでいくんでしょうね。まあ、ただ僕は今回の目的は20ターン以内の討伐なので、なるほどな、コンセプトこんな感じなんだっていう学びを得ながらも次に行きます。はい、で最終戦だね。最終戦はいろいろな編成の複合になってるんだけど、まあ多分アグロバルでパンチするんだろうなっていう、まあそんな感じですね。なんでちょっとそれっぽく動きます。でミゼラブルミスト OK、 よしよし。で今回の動きとしましては、わ、自己防衛システムを起動します。おお、ミスト入れて1、2、私たちが防ぎましょう。さあ反撃ですよ。ハニー、私たちに加護。でアグローバル1、2、3。理想の礎となれ。魂は壊せ。あ、一アビ使えばよかった。これで逃げられないよ。これで新しくしてくれるかな。一アビ二アビ。理想の礎となれ。魂まで凍らせよ。よいしょ。で、まだあれでもいいか。ここまでです。1、2、3。私たちを防ぎましょう。さあ反撃ですよ。で1、2、3、攻撃をかましまくると。まあ、今回はねトリプルアタック確定みたいなのないから、なんかトリプルアタック確定のキャラ入れてもよかったかもね。これで1アビ使ってトン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 。アビダメ大事やね。これノアじゃなくて TA 確定のキャラクター、誰かに TA 確定させるキャラとかでいいね。魂まで凍らせよ。ドドドドドン。3アビ1アビ2アビ。まあだからこのキャラいないけどどうすればいいのみたいなやつは、まあ、ぶっちゃけターンダメージが高いキャラクターなら誰でも良さそうな感じなの。なんでこれここで猿ナーンを入れてるのかが正直よく分かってない。よいしょ。これで奥義打ちましょうか。なんか猿ナーンである必要なさそうだけど、これ猿ナーンサブ運用か。別になんか猿ナーン関係ねえのかな。ゲフリーレンベルト、ゲフリーレンベルト。なんかこれキャラクター調整したら2ターンでいけそうだな。ちょっとじゃあ今回は2ターンを目標にしましょうか。なんとなく分かった、これアビダメで殴ってたら終わるってことね。考え方がひどい。アビリティダメージで殴ってればどうやら終わるらしいとのことだったので、まあちょっと今回は TA 確定のキャラクターとか上げて、鼻毛、いや無理だろ鼻毛は。さすがに鼻毛は無理だろ。俺だって人の尊厳ぐらいある。鼻毛では少々無理な気がしている。でここから味方に TA 核のキャラとかいたっけな。味方に TA 核のキャラ、いやー全体 TA 確定で言うといるけどね。となるとカリオストロ入れば、カリオストロ入れてさ気合でさ3ターンで締めるか。それでいいんじゃないな。悩んだらちょっとカリオストロ入れてクラリス使おうかな、可愛いし。それでいいと思いますよ。こういうのでももうちょっとアビダメ系のやつがいるといいけど、いや
3ターンで締めるって考えたらまあクラリスでちょうどいいか。で、アビリティダメージまあいらんか。よしこれでいけるべ。多分いきまーす。でどういう動きになるかっていうと、1アビいらないな。自己防衛、大事なのは自己防衛。これで1アビ使ってで一夜日使って連撃を確保する。こういう使い方もあるんだよ。おお、よいしょ。失敗したらどうなるか分かって。よいしょ。練習の成果見せるよ。やっとできるようになったんだよ。これでデバフ入れて、理想の礎となれ、魂まで凍らせよ、今が攻め時よ。でアビリティ全部押して、でカリオストロの一浴びで連撃上げたからお祈りするブリッツレイドは。カリオストロの一浴びで連撃が上がってる俺は無敵や。ドカーンとやっちゃおう。で、サービーもっかい打ってもいいな。失敗したらどうなるか分かってるよな。これで絶対に失敗できない。ホッキリン打って、で1浴び2浴び3浴びで奥義を打つから、これはまあ置いとこう。でこの状態で動いていいかな。よいしょ。123連撃大事よ。でこれで奥義打ちます。はい。でこれで奥義打っても、あの敵に3浴びカリオストロの3浴び使ってるから敵は行動できないんですよ。そう、敵は行動できない。でもう1ターンあると。 OKOK。 でここでもう1ターンあるんだけど、ここからもう一度行動不能を当てて1ヤビ使ってサービス使いましょう。で3ヤビ使って1ヤビ2ヤビ使ってメタトロン使っとこうか。これで2ターン目、まあカリオストロの3アビ使ってるから敵は行動不能と。これで敵が行動不能になって、でとどめ刺す。どうですか、これでとどめが刺せると行動不能を溶飯効果発動。そしてここでまあスターでもいいや。ドラ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 ポンチーカンドラドラドラ。これアビリティの使い方でいけただろう。やばい、これアビリティの使い方で、いや俺これはね納得いかんわ。これはちょっとね、あの納得がいきません。もう一回やらせてください。俺は分かってしまいました。もう今ので攻撃すれば終わりなんだけど、でもそこはね俺の尊厳が、俺がね それを許さない。自分の中で譲れないものが今発生してしまった。これで1ヤビ2ヤビ3ヤビカリオストロ1ヤビ3ヤビで止めて、で1ヤビ1223と。見せてみろ。っていうかなんならこれここでメタトロンでいいじゃん。ここでメタトロン使っても特に何の問題もねえ。これで最初メタトロン使って、よいしょ、まあ応用だよね。で2回目コクキリン、ここで2回目コクキリン使っても結果変わんねえよなっていうふうに思うとまたちょっと考えも変わりますよね。これで1ヤビと3ヤビ使いたいと。見せるよ。1ヤビ2ヤビ3ヤビもう一回3ですか。で、よいしょ、今が攻め時よ。失敗したらどうなるか分かってるよな。よいしょ、よいしょ。アビリティ全部ぶっぱして、理想の礎となれ、これで2ターン目ね。
でさっきと違うのは主人公の奥義ゲージが、100% になってること。まああのアビリティ使うタイミングちょっと変えたんで。でドラ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 ポンチいかんドラドラ数え役満数え役満パンチ。これで数え役満で敵が死ぬとボーンって感じだな。まあまあまあ結局ある程度参考にしながらもそのあこの人が何を考えてんのかちょっと分かんなかったけど、あこの人ってこういう考えでこうやってんだみたいなのを見ながらこの編成をこのなぞっていく。何もしてないのに壊れた、これ取りましたね。今ので、3ターン締めだよね。3ターン2ターン1ターンで倒したか、3ターン2ターン1ターンで倒したから、6ターンか。今ので6ターン、まあ、割とこう簡単な方だったと思いますけど今回のブレグラは。なんだけど、まあ、こういう参考方法もあるよっていう感じかな。えすごくない？これ3ターンってもうヘラクレス怖いな。まあそんな感じで、まあ僕はプラウドプラスめんどくさ太郎の僕は、こんな感じで攻略しましたよっていう話でございました。すごい編成だね。なんじゃこれ。あ後には非賢者の運ゲーしてんの。すげえなるほどな。後には非賢者効果だね。やってんな。まあそんな風にやるのも楽しいですよと、まあ、敵のそのランキングの方が何を考えてやってんのかっていうのを見ながらやるのも面白いかななんていう風に思っためんどくさ太郎でした。皆さんもね、まあ、もし僕はこういう風にやってるよみたいなのあったらぜひともコメント欄に書いてみてください。それじゃまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。